脚本コースを立ち上げた時に、高橋さんが新しいエンターテインメントを、映画美学校から発信していきたいっていうことをおっしゃってたじゃないですか、はい、でこの新しいエンターテインメントっていうことのなんか、具体的な指針というか、それってどんな感じで、例えばこう具体的にこの作品みたいなものを作ればね、はい、いいのだっていう、そういうことはもちろん、ね、ないんですけれども、もう、さっきからエンターテインメントとインディペンデントっていう2つの言葉を使い分けてはいますが、はい、実はもうかなり前からその境界線は崩れてるんですと、でその端的な例で以前から面白い試みをしてるようなテレビ局はって思ってたのは、そのテレビにやっぱゴールデン枠とそれから深夜枠というのがあって、で深夜枠で結構マイナーな実験をやって、でこれが当たると、ゴールデンにあげるみたいな、昔の映画界で言えば A 級の作品と B 級や C 級のみたいな、で B 級や C 級というのはそのリスクが低い分、いろんな、ことが無責任に実験できたと、でインディペンデント映画っていうのは、結局何が当たるか分かんない今のこの世界で、とにかくやりたいことをやってみると、でその中から、インパクトがあるものが現れたら、それはメインストリームに浮上してくるはずだよと、で今までの映画の歴史やテレビの歴史ってみんなそうなってるよっていう、ことで、まずはそのテレビ局でいうとこの深夜枠ですよね、いきなりそんなでっかい予算でメジャーな、キャストなんてことは、考えようもないのだから、低予算で何が発信できるかを、考えることが現実的だっていうことなんですよね。でじゃあ一体何が今新しいっていうかこれからのエンターテインメントになるかを出すのは君たちよっていうことなんですけどね。あ、そういうことなんですね。そうなんですよね。あ、それなかなか言っても難しいですよね。こう帰ってくるのがね、だからこうこうこうだっていうレシピみたいなことは引用はないし、それは結局それは僕内のものでしか、あ、そうそうそう、そうなっちゃうんですよね、結局ね。ないですからね、深夜枠で実験してっていうのも、なんだろう、他のジャンルだってそれが割と一番健全って言えば健全で、漫画なんかも、ヒット飛ばしてるものと受けないものってあるけれども、それはやってみないとわからないから、とりあえず連載をたくさんして、人気投票をやって上がってきたものを、すくい上げるっていう形じゃないですか、だからそれはある意味取捨選択の過程として、工場としては健全かもしれない、そうですね、昔のね、それ80年代の少年ジャンプがね、まさにそういうやり方でヒット作を生み出していったんだけど、決して読者の人気投票が少ないものが直ちにこう奮い落とされるかっていうと、そういうわけでもないところがまた面白いところで、僕の好きな漫画家さんで荒木裕彦さんでいますけど、あの人は本当にヒットしたのは「ジョジョの奇妙な冒険」ですけど、その前に単発じゃないかな、短期連載でちょこちょこやってて、で面白いってなったけど、でもすぐに連載終わっちゃって、あれでしょ、魔少年、魔少年 BT とか魔王来訪者とか、この人面白いのに続かないなみたいな、魔少年はこれはやっちゃったなって感じは、あったんで面白かったですけど、で続かないなってことは、この人こうやって惜しい才能だけど、なかなかメジャーになれないってことで、居場所がなくなっちゃうのかなと思ってたら、女子の時代当てたっていう、僕らの中でも馬王がやっぱりエポックでしたね、馬王がすごい、そうですね、ずっとでも短くて2巻ぐらい、コミック2巻ぐらいになってるんですよね。僕らも学生時代みんな読んで騒いでたけども、周りが世の中、何ですかそれっていう、全く反応してくれない、
そうなんだよなっていう俺たちが面白いと思うものってそう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 、こういう扱いを受ける運命なのかなって思ってたら、まあ徐々でね、そうそうそう、当たったっていうことだから、うん、だからっていうことは少年ジャンプ編集部にもやっぱり非常に優れた、まあ、映画でやプロデューサー、はいはい、編集者がいて、この人はいけると何かを持ってるって思って、うん、他にはない、そうそうそうね、もう資質がありました。でこう何回もトライさせて、でついにこう照準が合ってくっていうね、はい、まあ、そういうことをやってるんですよね。まあ漫画界っていうのはそれだけの何だろう、うん、あの受けるものが引っ張っていける、うん、それを、まあ、うん、そういう土壌を作る余地があるっていうことが、うん、まあ一つ幸いしてるんだと思うんですけど、うん、そうですね、ちょっと映画界ちょっとそういうところが、うんうん、まだちょっと少ないのかな、ね、特にハリウッドだったら結構インディペンデント出身の作家が救い上げられていって対策を任される、ね、まあ、あのデルトロなんかもそうですけども、そういう部分があると思うんですけど、ちょっと映画日本の映画界そういうシステムがどうも硬直化しちゃってる。そうですね、まあ、うん、よく言われるところのミドルバジェットがなくなってしまったっていう、あ、そうか、ことです ね、 ね、で今本当に頑張ってる人たちは超低予算で作ってますけど、はい、超低予算なんで本当に本当に超低予算、撮影2日とか3日なんで、それってなかなか現場に行っても夢を見られないって言いますよね、はい、もうカツカツ、はいはい、あの成立するだけのカットを撮ってるみたいな労働になってしまうと、うん、でこれに未来を託していいのかっていう思いがどうしても現場にいてしてしまうみたいな声を若いスタッフから聞くので、はい、うん、それじゃあちょっとエネルギー集まらないんだよなっていうそうですね、年々ちょっと低予算、予算がどんどん低く作れちゃうっていうのもね、機材とかが良くなって作れちゃうっていうところがあるんですけど、結構ね、あのちょっと最近恐ろしいなと思ってるのは、いいことか悪いことかちょっと分かんないんですけど、はいはい、もうハリウッドが、あのハリウッドって普通あの低予算と言いつつもね、10億20億かけるでしょ、そうそうそう、ね、それが割と最近、まあホラーが多いんですけど、はい、1億円とか、え、ハリウッドが2、3億かな、はそんなんで、まあ、あの取っちゃったりしてるんですよ。あ、そうなんですか。あの取れちゃうし。取れちゃうね。で、あの日本人が昔からやってたことやり方で映画作れることに何か気づいたみたいな。あいつらも気づきやがった。で、あ、そうすると、あ、日本と同じようなことを向こうはバリバリでっかい市場持ってるから、やれるぞと。はあ。やばいな。それ全部こっちの低予算映画を食っちゃう。可能性がある、うん、そんな気が最近だから、あのジェームズ・ワンとかね、あのソーシリーズの最初の監督さんとかは結構そういう低予算で勝負してきて、あ、そうですね、でそれなりのものを上げてって、あのチャンスをこう自分が取るチャンスを掴んでってるっていう。でホラー映画なんて、うん、でもホラー映画なんてあの本当実は低予算でできるわけですよね。その清水崇が日本でやったようなことを別にハリウッドでやったっていいわけですから、ね、そうですよね、もうあのクオリティで撮れるわけですから、うん、そうなんですよ。じゃあやっぱり機材が良くなってっていう日本の状況もまんまハリウッドも同じようなことが起こってる可能性があると、うん、そうですね、うん、でまあ、ちょっと話をちょっとその企画、はい、企画レベルのことに戻して、はい、もうちょっと村井さんに聞きたいんですけど、はい、あのいや僕も本当だからあの困ってるんですよ、この企画で詰まってる人たちに。そうね、確かにね、こうその煮詰まってる時間もったいないから動こうよっていう、はいはい、そのどう動かし、あの動くようにね仕向けたらいいのかっていうのが非常に難しいですね。あのテーマとモチーフとジャンルって言葉があるじゃないですか、うんうん、でその大抵テーマから考えたものはあんまり面白くないなっていう感じがあって、うんうん、でまあモチーフって言葉もまあ共通理解があまりない言葉なんで難しいんですけど、うん、まあ題材っていうふうに考えると、うんうん、キャラクターとシチュエーション、うんをどうするかっていうことで言うと、うん、まあシチュエーションから今は僕はなんか入るのがいいのかなっていうことで前回もなんかシチュエーション
ドラマっていうのを考えてたんですよね。シチュエーション、例えばどんなシチュエーションですか？いやほら、3期生の時、3期生の初等科では、うん、30分課題でシチュエーションドラマってあったじゃないですか。あ、はいはいはい。で、どんな人間がその狭い空間なり、うん、閉じた空間にいれば面白いだろうって考えるのが、まあ、シチュエーションのドラマの醍醐味だと、うん、まあ、思ったんであると、うん、でそういうふうに舞台を作ってあげて、そこに人間、まあ、これはお盆じゃなくてある場所だと思うんですけど、そこに人間をどう配置するかによってどんなその緊張関係があるかないかっていう、そういう人間のなんかその微妙な機微みたいなものが表せるかどうかみたいなものをちょっと見つめていこうよみたいなことやったんですけど、そっからなんか発想していくっていうのがいいんじゃないかっていうのをちょっと今仮説としてね、まあ言ってるんですよね。それはもうつまり、まあ講師の側からワンシチュエーションっていうお題をバーンとこう提示して、初等科の3期の後期に関してはそれでやったと、うん、でそれを1回やったから、うん、そういうのって頭を使うの他の企画考える時にも役に立つでしょと、うんうんうん、なんか自分がやりたいことやってったけど、これなんかシチュエーションがないよねとかね、そういう風に考えていけば、うん、じゃあ自分がやりたいことをどういう風にすればシチュエーションに持っていけるだろうと、うん、映画的シチュエーションに持っていけるだろう、うん、でそれが完成した時になんとなくこう企画が見えてくるんじゃないかなと、うん、でそれ考えるっていうのはなんか無理やり人をここに配置しただけじゃダメで、うん、そのなんでその人が場所から離れちゃったらもうシチュエーションじゃなくなるじゃないですか、うん、で逃げればいいじゃんっていうような企画いっぱいあるんですよ、うん、なんでここにずっといんの、逃げればいいじゃないっていうのが、うんうん、そう言われるまでわからない。でも、うん、それがお互いなんか絶対この時間ここにいなきゃいけないっていう状況があって、うん、しかもなんかお互いがなんか隠し持ってるものがあったり、うん、密かに狙ってるものがあったり、うんうん、っていうものがあるとなんか魅力的に見える舞台になるんじゃないのっていうことなんですよね、うん、でそっから、うん、あとはそれが面白いって自分が一瞬思ったらもうそこでなんかちょっと勝ちじゃないかなと、うん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 、でそれきっと他の人も面白いんじゃないのと、うんうん、そういう映画的な発想、シチュエーションっていう発想をやっていけば、うん、まあ企画ポン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 出るんじゃないかな、ポンポンは出ないんだけど、うん、という言い方でちょっとなんか教えてたりする、はい。